あっちで先ほど、まあ、改造してこちらで、まあ、僕がいい感じのところまで調整はしました。まあ、いつも使うポジションというかいつも打つポジションに持ってきました。そしたらちょうど昨日の試合帰りにちょっと寄ってくれて、はい、遠藤さんがね、遠藤さん、あ、遠藤プロです、遠藤プロです、はい、遠藤プロ、よろしくお願いします。静岡です、静岡です、三島で、三島で、はい、そうそうそう、あ、ちょうどいいなと思って、ちょうどいいですね。俺なんだか分かったの、遠藤さん確かステルス使ってた感じだなって。何使ってるって言ったらステルスプラスっていうから、うん、ハマって OK です、 OK です。それでちょっと今これ遠藤さんが使ってるステルスプラス、まあ、これも結構協会の柔らかいのは使ってるんだけど、はい、これ打っていただいて、うん、その後にこれも打っていただいてちょっと感想を聞きたいだけですから、はい、記録がどうとかじゃなくて、はい、打った感じですよね、はい、じゃあそれをちょっとで遠藤さんと直してみよう。投球度を1個立てて、はい、一番、はい、一番一つこのところですね、この出っ張りのところです、出っ張りのところです、はい、あ、そうです、はい、はい、で1回それ打ってみてください、はい、今これ合わせとしては一緒ですよね。はい、一緒です。同じ位置に入ってみてください。ただ一つ言える、ごめんなさい。ただ一つ言えるのは、今、4時間、3時間、4時間、渋滞なんか渋滞はまってましたね。今、2発目、一発、ほぼほぼ一発目ですよ。はい。はい、適当に。OK。適当にですね。はい、適当に。まあ、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 ピューで飛んでいって距離とか記録とかどうでもいいですから自分の打った感じまの感じだけ聞きたいから、はい、ちょっとまだ待ってください、はい、あれが変わってから画面変わってから、ね、画面が変わってから記録が出た時からに画面が出ますので、はい、 OK です、はい、もう何でもいいから3球ぐらい、はい、適当に打ってください、はい、OK、 2球目、はい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 、いい感じです。全然もう距離とか記録は全く気にしなくていいから、うんうんうん、まず2球目ね、待ってくださいよ、2球目、はい、ナイスです、はい、3球目、はい、OK、 ちょっと右腰して、はい、はい、OK です、長さをちょっと今からこれ渡すのがさっきほどの、そうですね、 EIF ですね、ほぼ1ですよね、はい、そうですね、 EIF、 はい、新型の EIF です、新型 EIF 安楽拓也の TA 仕様ですね、TA 仕様だよね、 TA チューン、チューンドバイ TA だよね、魔改造みたいな感じじゃない、やめてよ魔改造チューンドバイタクヤ、タクヤバージョンタクヤタイプかモデルか、何でもいいから適当に振って、はい、適当に振って適当に、おお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 、いいよいいよいいよ、全然いいよ全然いいよ、すごいいい表情してます今のは本人の中では多分曲がったと思ってたはずですから、距離はちょっとあれだったけど、今の本人の打った感じは絶対曲がったと思ったよね、そうそう、ちょっと行ったと思ったよね、はいはい、そうだよね、今いい感じ、いい感じ、これはやらせてもないもんないですから、ね、いい反応です、いい反応、はい、何でも打ってください、好きなように、もう好きなように、自分の好きなように、はい、これもちょっとちょろバグりましたね、はい、不思議でしょ、なんかすごい不思議です、はい、おー、何でもすごいミスショットしてる、当たった感じはあるんですけど、でもそんなに影響は、うん、好きに、とにかく好きに、はい、全然好きに打って、はい、どんな打ち方でもいいから好きに打って、はい、いいよいいよ、で、これ今さ、もう一球打ちましょうか、もう一球打った後に、はい、遠藤さんに設定変えてあげるから、あ、はい、まずいいよ、まずそれで、はい、まず今のはこのセッティングって遠藤さんのこの使ってるセッティングと同じネジ合わせのセッティングにしてあるから、はい、それでもう一回打ってみて、
してあげるから、はい、ここからいいですね、遠藤さん、いい時来ましたねまさかびっくりですし持ってるものがステルスっていうのがハマりましたよねびっくりしたマカイゾって言って怒られちゃうマカイゾって言われちゃう怖いよでも遠藤さんのセッティングにどん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 近づいつけていい遠藤さんが適当に振った、うん、適当に振ったら適当に振れるセッティングに持ってくから上がるとか上がらんとか右行くとか左行くとか全く関係ないから、はい、もう全く何でもいいから一番動きやすい感じでどんどん好きに動いて、はいフィッティング、セッティングっていう感じですね。伸びてきましたね。だんだん伸びてきた。うん、だんだんこう当たり方も変わってくる。感じが打ってる感じが打ちやすい、うん、こう打った時の打ちやすさと違和感があるっていうのがだんだん今そう好きなのにポンってやるだけ。はい。そう。今ミスだよね。はい、ミスだけど、多分右に行かないの今、多分今、はい、こっちだよね。そうです、行ってる感じが。じゃあ、行ってみようか、ここに行ってみようか、構えて、構えて。センターはそんなにズレディックになってきてるから、はい、そのまま、今、いい感じで行けたよね。はい、行けましたね。はい、これで、だから今のも結局不思議なんですよ。遠藤さんが自分のセッティングでここに持ってきてるのが、だいぶ詰まってきましたね。これでどうなるか見てみたい。はい、はい、はい、これでいいの？いやいや、全然待ちください。はい、これで今ちょっとつかまってきた感じになってなんとかなってますか。はい、今打ちやすいです。
よかったよかった。打ちやすいっていうか当たった時の振りやすかったんでしょ。はい。振りやすくて当たった瞬間も気持ちいいですね。もうちょっとこれでなんていうか、あの、そう、当たったところは気持ちいいかなってくる感じになると思うから、はい、距離はちょっともう全然分かってないから、そのまま好きなように、はい、振りやすい、振り心地いい。そう、めちゃくちゃ振りやすい。振り心地が、はい、全然違います。何が起きてるんですかっていう細かい説明されてない。距離ちょっと一回置くから、はい、なんか振り心地だけでいきますから、はい、何球か好きなように好きなように、はい、はい、めちゃくちゃ振りやすい。今のがちょっと右だよね、はい、本人だから、ね、ちょっとそうです、ね、右だよね、ほら行かない。今の多分右のはずなんですよ、はい、本人やべえ、ちょっとやべえと思ったでしょ。ちゃんとだけどみたいな、だけどちゃんと入ってる。恐るべしセッティングでしょう。いや、これそうっす、すごいです。はい。ほら。いいよ、全然いいよ。おしゃってこないでしょ。はい。全然来ないです。右行かなくなった。あとはもう自分で溜めようとか何でもしなくていいから構えていただいて、肘も緩めて、肘緩めといてスキップってください。はい。あ、ずれちゃったけど、はい、はい、はい。考えたら、はい、肘だけ入れるのですけど、はい、だ打感の当て感、当たり感が良くなったと思う。はい、そのなんかこう打ったし、当たった瞬間のこう違和感みたいなのがなくて、すごい振りやすいです。振りやすくなったでしょ。はい、打感しが重要かな。はい、そう、ヘッドがさ、重心の位置がなんか打ちやすい重心位置になったでしょ、はい、当たり感っていうのがなんか、はい、動かしてください。はい、だんだん遠藤さんのセッティングになりつつある人それぞれですからね。自分でカタカタいろいろやってるんですけど、どんどん瞑想してくるんです迷子になっていく。最後は妥協するんです。妥協なのこの辺かなって声出てますよ、声が。後半ずっとあーって言ってますけど。で、結局最終的に決まったセッティングが、うん、の場合は見えてきましたね。来た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 、よかった、よかった、よかった、答え見つかりましたね。あの、めっちゃ気持ちいいでしょ、はい、伸びてきてる伸びてきてる、捕まりも良くなって気持ちいいです。捕まりも良くなってますね。ほら全然あ、違う、いい、球筋が変わった、全然違う、はい、3球打ってるんで、試合右フォア側なくていいから、まあ、右行くのはしょうがないけど、はい、まあ、別に、まあ、右いいやぐらいの感じでもいいから、やってみて、はい、気持ちよくバーンと振ってみればいいかどうか。そう、今振ったよね、今振ったよね、はい、あれで、ね、ドミニにならなければいい、ほらすげえ、ほら、エルさん、どう、ほら、ほら超えてきた超えてきた超えてきた。
めっちゃ黄色超えたじゃないですか。超えた、250超えました。どう？いや、すっごい打ちやすいです。なんかもう別物です、一番最初から比べると。でしょ、これ。セッティング、セッティング。ほら、これで右行かなければいいでしょ。ほら、本当だ。ほら、いい球だ。僕の打ってる感じはこっちで出てるような感じがあるよ。で、最後。はい。ほら、よくなった。フィッティングっていうセッティングですね。セッティング。はい、構えておいて。はい。いいよ。今ちょっと自分で捕まえたでしょ。はい。もう一回言ってくれた。今の自分で捕まえたですよね。そうですね。ちょっと捕まえたですよね。はい。やっぱ右に行きたくないな。行きたくない。そうで捕まえたよね。じゃなくて、じゃあ次はもう分かんないけど、ね、スピードだけ上げるだけ、はい、上げるか、まあ、右止め右でもいいからと思ってやってみるっていう感じで、はい、構えておいて、はい。そう、これでドミニ行かなければ、ほら、俺らやっぱり死ねたな。もういいじゃん、いいじゃん、ほら、こうやってきた。体きついじゃん。はい、きつい。きついけど、だからきつい、まあ、本当にきついのよ。ただこれってやってるだけじゃん。はい。体のストレス低減ですよ。そう。素晴らしい。すごいっす。で、今、後でこうかかってやりますけど、ちょっとこっち、それ持ってきてもらって。はい、そのまま行きましょう。ちょうど、生徒さんが来てくれたんで。これもご自分が使ってるから、ね。はい。これ、もう軽いはずだよね、確か。軽いってでも304あるから。304グラム。はい。バランス。バランスが多分20ぐらいある。でしょ、俺すごいね。2、3、4ぐらいでしょ。3、4ぐらいでしょ。はい、ちょっと前聞いて、ね、さっき聞いてますね。 D3 と304グラムね、はい、今これ打ったやつね、はい、294グラムなのね。これでバランスが C の7 6とか、さっき組んだんですよ。だからこ、分かる、自分のでこれやったときに、はい、スピード上げたときに右行く感じがする、します、すっごい不安があるでしょ。だけどこれだとないです、ないです、はい、でロフトのセッティングもこれが遠藤さんのは9度から1コマ立ててるわけですよね、はい、これ何したかって言って球捕まえるために遠藤さんの場合はヒール側に持ってくるわけ、はい、これでもうセオリーでしょ、一応いろんな、はいはい、こっちが重くすればドローで帰るって言って、はい、だけどそれやると多分エンさんの場合当たり感が分かんないのよ、打感の当たり感が。あ、で見てるとやっぱ先っぽの方に当たる感じがあるから、はいはい、先っぽの裏に上と持ってきた方がいい感じになるし、でもそうすると今度開くから、はい、あ、はいはい、先っぽの裏に持ってきて、そうすると感じから言うとフェードの位置になる、はい、あ、でも打感的には多分エンさん先の方が好きなはずなんだよ、はいはいはい、ね、先の方が好きなんだけど捕まえたいからヒールに持ってきてる、はい、でも当たった時の打感が弱くなる、はい、ちょっと不思議な感じになる、はい、では僕どうしたかって言ったら、まず当たり感を強めるためにここに持ってきた、はい、でもその分フェードになりたがるから、はいはいはい、アップライトにしたわけよ。だからアップライトあるじゃん、これ、はいはいはい、アップライトなの、はい、アップライトのラインのところに持ってこれば、はい、だから操作するわけ、操作してるわけよ、はいはい、アップライトないところに持っていってスピンロード打ち出しながら何したかって言ったら2コマ寝かしたの。ああ、6等立てた、あ、こうなってそう、そう、ね、寝かせる。これが分かんないよ、これがこれは僕のその EIM のシャフトに対してのセッティングの仕方だから、うん、これがこれでうまくいくかどうかは知らないよ、はい、うまくいく場合もあるから、すごいでしょ、セッティング。いや、すごいです、セッティングでこんなに変わるんだっていう。これを打ってみる。はい。ご自分のやつで、はい。ただ一つ言えるのは、こっちの方が全然軽いからね。あ、はい。
だから振った感じ軽いじゃないですか。はい、そうです、ね、でも軽いけど重いじゃないですか。はい、言い方おかしいけど。はいはい、スカスカの軽い感じしないでしょ。あ、しないですね。ちゃんと重さくるんでしょ。はい、はいはい、しっかり感はあります。でもこれでよくあるのがこのセッティングでめっちゃ良くなってるのもあるからね、うん、構えて揃ってみて、ヘッドの動きが変わってきますからね、うん、はい、でもこれでも打感良くなってくるはずだよ。はい、全然違います。変な話、不思議じゃないですか。フェードの方にずらしといてドローになってくる、はい、すごい抜け足が起きてくるから逆行ってます。そう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 。自分のいつもと逆行ってるんで。はい、やってみましょう。これで、これで右ポシャ投げるだけ。ほら。ほら。いい球じゃない。自分の感覚と逆行ってます。ほら。いい球じゃない。ほら、ほらこれ来た来た来た。おいじゃいじゃん、ほら。あ、来た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 。すげえ。やることは好きに。あ、はい、うん、何でもいいから好きに振ってる。好きに、何でも好きに振ってる。好きに振ってる。いい。OK。ほら。さっきと明らかに球が変わってますね。ほら。OKOK。左にちゃんと飛び出してる。これは、まあ、あくまでもこれは、これ持ってるね。全然両方いいと思う。これはあくまでも機械上のここのスクリーン上だから、あとはコース行ってロフトをもう少し立てて見るとか、はい、やらなきゃいけないと思うけど、大体のところは分かってくるじゃん。はい、はい、で構えておいて、EIF は軽いから、うん、全然軽いからパンっていけるでしょ、構えておいて。そう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 。しやすい。いいじゃん。ほら、これで、これで、これで、ポシャってないの。はい。遠藤さんどうします、注文しときますか。実は考えてたんですよ。ああ、ぜひぜひ。浅田君に注文したからね。あ、本当ですか。大村さんも注文するって言ってました。おっと、めちゃくちゃいい。これめちゃくちゃ打ちやすいです。今ちょっと振ったっすよね。はい、あれがポシャらなければいい。ほら、そんなようなことになってない。全然入ってる入ってる。オッケー。すげー。はい。ということで、まあ、EIF に関しては、まず、なんでこれ重量が下がったかって言ったら、まあ、それは YouTube 見てください。はい。さっき撮ったやつで。ただ、今日やった、セッティングだけで変わるってこういうことですよ。うん。エンドサブセッティング。まあ、もう今、もう、なんていうの、即席でやっただけの話だから。はい。で構えていただいて、遠藤さんの今使ってるセッティングで打ち方と当たってるところを見ながらやると、多分そこが一番気持ちよくいくんじゃねえのかなと僕は思ってるだけで、あとはロフトをワンコマ立てるのか、二コマ立てるのかわかんないけど、はい、それで最後打ってみて、はいはい、キャリーが250のあれを超えれば素晴らしい。OK です。頑張って。はい。ちょっと下つらいです。はい、でもすごいでしょ。変な話、遠藤さんの場合その右側だからって言ってヒールボディって誰もいないでしょ。そうそう。もう本当セオリー通りの。そうでしょ。違うんですよ。だからそれを僕の場合は、僕の場合って言ったらちょっとあれだけど、なんていうの、右に行かせないためにヒール側に持ってくるだけじゃなくて、まず右に行かせないために遠藤さんの場合はアップライドにしました、はい、でアップライドにしてヒールにやるともうヒールの方の盛りがスカスカになるから、あなたの場合、当たった感じが。はい、だから、遠側にできるだけ持っていきたい。遠側にできるだけ持っていきたいんだけど、それに対して当たりとスピン量を見ていくと、ロフトをどうしてくるかだけで。寝かした方が飛ぶとか飛ばないとかじゃなくて、打ちやすい、打ちにくいの、今度話になるわけだから、はい、じゃあ構えていただいて、そのあたりのロフトでもいいのかなと思うだけの話で、で構えたら、そのまま、はい、あと好きなように、好きなように、いい感じだったよ今。そう今のでも右にポシャるかなと、そんな用途もしゃんないじゃないですか、はいはい、さっきほどじゃない枠なんか来てるし、ラスト打ちやすいでしょ。打ちやすい、なんか昨日使ってたクラブじゃないみたいです。振りやすくなると思うよ。はい、OK。
とは、あとは本当気持ちの問題で、ここから、ピンと面白いんですよ。ずっと声漏れてますよ。あ、超えてきた超えてきた超えてきた、全然超えてきたじゃん。てか、その距離どうのこうなの、はい、振って当たった時の当たり感とか、はい、めちゃくちゃ気持ちいい、気持ちよくなるんですよ、はい、だから重心、自分の多分重心が、あ、いいとこで振れるようになるからと思うんですけど、その重心いいとこを探せばいいみたいな考えておいて、はい、そのままそう、気持ちいい。遠藤さん来る日間違えましたよね。大会前でしたよね。でこれで今のはこうちょっとで、はい、でこうしてるから、はい、ちょっと打ち出し上げたいんだったら音をいじればいいし、そういうところですね。はい、はい、上がってきましたね。セッティングのコーンで変わっちゃいましたけど、ね、いわゆるすごいでしょ、打ちやすいです、でしょ、はい、それ振りやすさ、振った時の当たった時の感じとめちゃくちゃいいですね。何がすごいって C7 とかの感じしないでしょ。 C7 って言ったら本当にレディースとかね、はいはいはい、初心者クラブのセッティングってあれですか、ね、はい、ということで、はい、今回はセッティングでだいぶ変わりますって、はい、まあ、いわゆるちょうどよかったらね、そう、遠藤さん来てこられてありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあチャンネル登録、高評価、ウェブ通知よろしくお願いします。